皆さんこんにちは。このビデオでは UC バークレーを紹介したいと思います。バークレーはカリフォルニア州北部にある州立大学です。カリフォルニア大学システムの中では一番歴史のある大学でサンフランシスコから電車で30分ぐらいのところにあります。キャンパスは自然で溢れていてまるで森の中にいるような気分が味わえます。 建物は歴史を感じるものから最新のものまでいろいろな建築があります。中でも有名なのはキャンパニーリィという大きい時計台で、大学のトレードマークとなっています。学業に関しては、バークレーはいろんな専攻があります。特に学生に人気なのはコンピューターサイエンス、工学系、経済系です。授業の大きさは様々で、小さいものは15人。 大きいものは千人ほどになります生徒数が多い授業にはディスカッションという予習復習のための時間が組み込まれているので心配いりません他にもチュータリングやオフィスアワーといった教師に質問できる機会があるので勉強が難しくてもどうにかやっていけますバークレーはとにかく生徒の運動やクラブ活動が充実しています日本人クラブみたいな文化系のクラブもあればスポーツ ビジネス、ボランティアのクラブなど、さまざまな種類があります。他にも、生徒がデモなどの抗議活動をするのはよくあることです。自分の意見を主張することは大切、と思っている学生がこの大学にたくさんいます。多様性を重んじるバークレーは、さまざまな人種や異なる宗教の人に優しい、オープンな学生たちでいっぱいです。ですから、バークレーに来た人は、 必ず自分に合ったコミュニティを見つけられれると言われています。もっと私たちの大学について知りたいと思った方はぜひ私たちのブースに来てください。これで UC バークレーンの紹介は以上です。ありがとうございました。